C760 というドライブレコーダーが来ましたので見てみたいと思います。箱を開けますと、一つは USB のケーブルですね。これは短いですからパソコンで見るやつですかね、それから長い電源コードですね、から取り付け用の吸盤ですかね、ガラス面に取り付けるための吸盤、そして、これは同じく取り付け用のこれ粘着テープになっているタイプの方ですね。粘着テープになっているタイプと吸盤タイプと2つ付いてます。これ親切ですね。それからこちらが本体ですかね。はい、これがドライブレコーダー本体です。パッと見た感じ、これアクションカメラみたいな感じですね。多分流用してると思うんですけれども、本当にこうアクションカメラそのものですね。中にバッテリーが内蔵できればそのまんまアクションカメラになっちゃいそうです。そしてこの箱のこちらに、はい、説明書ですね。どうですかね。日本語の説明ありますかね。あ、ありますあります。終わりの方に日本語の説明がきちんとありますので、はい、何ページにもわたってあります。設定に困るようなことはないと思います。まずはこんな感じです。あと動画を撮影してアップしたいと思います。